よいしょ。11名の、あ、ごめんなさい、お願いします。いいえ、はい、本日は駒原健さんの絹娘というお米をまず打って白いご飯として炊飯してまいります。その後、さわらですかね。そうです、さわらです。さわらの、炊き込みご飯を炊いていくという手順に進めてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おお、ありがとうございます。モデレーター権限をくださいとおっしゃっている方がいらっしゃるので、それを行いしております。はいはい、モデレーターをやるとね、いろんな人とね、リンクがまた繋がれるからね、みんなやりたいよね。よいしょ。じゃあまあ、12分で炊いていこう。うわー、ちょうど見えねえか。なくない？よし、見えた。
これからお出かけなんですね。そうなんです。はい、ご挨拶どうもありがとうございます。あ、永井さんも皆さんワンバンコーワンバンコー、あーどうも永井さんこんばんこー、よいしょ、ワンコーワンバンコーです、ワンバンコー、今夜もご挨拶ありがとうございます。レイコさんが家綺麗ですねって、家は綺麗、店だから店、うん、ひゃひゃひゃ、どうかな、いい感じに出てるかな、チャンネルさんが、晩ご飯の買い出しに行って来られるそうです。いらっしゃいませ。いってらっしゃい。あ、サンデーラワットさん、さすがにお腹